JAIB研究所所長のぶです、今日はですねこのね、ウェーブのトップターン、ね、かなりマニアックなウェーブシリーズっていう感じなんですけど、そこではまたマニアックなトップターンについて、よくある失敗という感じでねちょっとお話して、じゃあ失敗したらどうするの、そこの修正方法はどこなのっていうちょっとお話をしていきたいと思います。であとはそしてねこのメインとなる写真がありますね。これトップターンかなり形のいい感じですよね。ボードもちょっと大きめから、これねもしかしたらフリスタのボードなのかなっていうちょっと気がするぐらいね、ちょっと幅があってフリスタかもしれないね。でうまいよねって話ですね、このトップのね切り返しの仕方とかね。でこれでね、このメインの写真があって、このね右の上の方に、丸でね囲った写真があります。これを見てもらうとねなんとなく分かると思うんですよ、何がどうなのかっていうとこね。でこれねよくあるんですよ、これねこのくらいのサイズで、ね、リップが結構張ってる時に起きやすいっていうのでね、どういうのがあるかっていうと、実を言うとねブームエンドがリップに当たってしまって波食らって持ってかれるってパターンがすげえ多いんですよ。すごい多いっていうのは、昔私はこれを結構食らっていたと、ね、トップターンしてグッとか変える、ね、板返すたびにこうリップで、ね、こううねりだったらいいんだけど、こうちょっとリップが張ってきたところを狙うと結構ねこのブームエンドのところに波が当たってね、そのまま持っていかれちゃうっていうパターンがすごい、そんでもそのまま開かれてしまうっていうパターンがすごいあったんですね。でこれは、ね、なぜかという原因があるんですよ、いくつかね。でね、一つ目の原因、ウェーブ初心者が一番陥りやすい原因っていうのは、これどういうことかというと、トップターンってほら風下に行ったってね、ジャイブですね、ジャイブ行ったところ今度板返して今度風上に向かうわけ。そうするとねイメージ的にセールの使い方がベアーとタックなの楽になっちゃうんですよ。でラグするタックするっていうとどういう感覚あります？ブーメンド下げるってイメージあるでしょ。ブーメンド下げることによってボードをラグさせるって、このイメージがどうしても残っちゃってると、トップターンどうしてもブーメンド下げたがっちゃうんですよ。だって風上行くんだもんって話なんですよ。これが一つの要因ですよね、うん、一つの要因としてそれがあるということね。あとは、もう一つ的にはここでね、最近ちょっとお話ししたのがマスト前さばきっていうのがあるんですよ。ジャイブでねマスト前でさばくっていう法則あるんだけども、これをずっと練習して私は前さばき前さばき前さばきっていつも言ってるんだけど、これはウェーブ系のジャイブね、まあ、スラルーム系も本来はそっちの方がいいんだろうけど、まあ、セールの大きさとかねカムの付き方なんかで多少多分変わってくる、うん、ちょっと違うかもしれないけど、ウェーブ系はねもうマスト前さばきこれやるしかないですよ。なぜかというとウェーブ系のねセールでウェーブ系のボードでジャイブの練習してるんだったら、ゆくゆくは絶対ウェーブやりたいわけよ。フリーウェーブもそうだし、ボトムターンしてトップターンしちゃうわけ。そしたらこのトップターンの時にその前さびきができないと、この写真のようにブームエンドが下がってリップに当たっちゃうんですよね。これどういう原理か、じゃあ原理をちょっとお話ししちゃいましょう。うん、そう、この状態でねこのメインの写真だとブームエンド下がってますよねって話なんでね、でここで板を返してますね。だからこれねブームエンドが当たっちゃう。だから本来で言うとねマストがこういうぐらいまで行きゃいいんですよ本当は。そしてブームエンドはこういう感じね、わかるかな。ちょっとこれだとわかりづらいね、もう一回ちゃんと書き直しましょうね。でこれはどういうことかというと、まあこの辺かこんな感じかな、こういう感じね。そうでセールがこうやってやってこうなってこうなるかと、こういう感じだったんですね。そうするとブームがこうほら、そうするとどういうことが起きているかというと、ちょっとこれは見づらいけどまあいいか。これどういうことが起きているか、このブームエンドが上に上がってるってことね。マストが前でも、これがマストの前さばきなんですよ。ジャイブでいうとこのね、だからこの形が一番本当はいいわけ。ね、これじゃあこの形にするのどうすんのって形なんですね。これブームの高さは別にいいんだけども、これ見てもらうと分かるんだけど、この人ね、この人とかこのね、ブームエンドが下がってしまう条件の人っていうのはこれね、マスト前出せばいいわけよ、ね。ただいつもの自分の形からすると前に出せないっていうのはね、一つの原因っていうのはこのねマストでね、マストでに注目すると結構近いんですよ。私はセールを前に出すのに今のこの体の形の方が絶対テールって押しやすいんですよ、このサイズのね、波のサイズだったら。そうするとそしてセールをね前に出すと体が前に行き過ぎちゃうんですよ。
だからそれがねやりたくないんですよ。だしグッとこうこの際だったらテールをギュッとこうもう押し込みたいわけね、レール入れながら。そうすると体が前行っちゃうと体が伸びちゃうんだよね。そうするとどういうことができるかっていうところは押しづらくなる。ここのまま押したいんですよ、イメージ的には。でもマストを本当は出さなくちゃいけない。これマストが手前に来ちゃうっていうのはマストでの位置がマストに近いんですよ。だからここのねマストの位置も結構重要なんで、私はジャイブの時に結構一番してるのは、まあ、ブーム手を取る方、ブーム手広く取るっていうのはこれは当たり前のことで、もう基準なんで、もう体に染み込んでます。そしたら今度はマスト手をね2グリップぐらい離すことが必要かな、マストの方から。そうするとクッて前に出しただけでマストって前の方に寄るんですよ。だからこの赤いラインのところにセールの形が来るんだよね。そうするとブーメンドがちょっと上がった感じになるわけよ。そしたらいくら蹴っ飛ばして押してもブーメンド下がらないんだよね。うん。で結局はねこのセール、そうするとほら前出すと前行っちゃうような気がするんじゃない。でもここの時で重要なのはその時に体のねじれで痛く